演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、こちら四季工房という場所からお菓子をいっぱいいただきましたので、これを食べたいと思います。で、四季工房なんか中にこういう紙が入ってます。四季工房第3亀岡作業所でという場所で作られているそうですね。で、その解説もこんな風に書かれているんです。亀岡通信として書かれているんですけど、これ茶色の紙で書くってどうなんだろう。すごく見にくいんですけど、目を凝らさないと見られないっていうのはちょっとこういう冊子としてはマイナスではないのでしょうか。まあ、要はこれが負けているので、まずは処分していきます。いろいろありますね。ここになんか上の方はなんかお野菜を使ったチップスにね、あられ、下の方にこういうクッキーや、多分パウンドケーキですね。ではまずお野菜が大事ですから、こちらのトマトチップスから食べていきたいと思います。まあ一度に全部食べる必要はありませんので、食べられるだけ食べていきますね。ではそんなトマトの香りがするわけではないですね。こんな感じになってます。では、いただきます。結構お野菜の味がするな。これは好みが分かれそうだけど、体には良さそうですね。4つとも結構野菜の味が口の中に噛んだ瞬間に変わってません。で、サクサクとした食感とともに先に食べ進めていくことができましたが、野菜の味がかなり強いので好みが分かれる感じですね。なんで、やはりそれぞれの野菜が好きな方にはおすすめできますが、苦手な方はちょっと避けた方がいいかもしれない。特にごぼうとえんどう豆はかなり強烈にします。トマトと玉ねぎはそれよりもやや控えめかなという。ただその中で個人的にこのトマトが一番好きでしたので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。はい、続きましてはこちらになんかいろいろクッキーがあるんですけど、このクッキーだけ食べていきたいと思います。それではこの白クッキーからいただきますね。わ、極厚って書いてある通り、本当に結構極厚です。カントリーマーのクラスの大きさですよ。では、いただきます。ザクザクもホロホロも堪能できるね。特にホロホロの方は味がふわっと広がってくる。こういうの食べたことない。こちらの極厚クッキーは本当に分厚くて食べ応えのあるクッキーが2枚入って、2枚でも十分満足できました。白い方は多分ナッツか何かで、黒い方はおそらくチョコレートとチップが何かが入っていて、食感の変化も楽しむことができて美味しかった。で、こちらのボールクッキー2種類はどちらも噛んだ瞬間にホロホロと崩れて、口の中でそれぞれのいちご味、抹茶味がひわっと広がってきて、しっかり風味を感じることができておいしかったです。この中では自分はこのいちごが一番のホロホロと崩れてくる後に来る甘酸っぱさが本当に良かったです。というわけでこちらもペーストさせていただきます。あとは、種類としてはこの3種類ですね。あられにしとこのレモンの気持ちという感じです。では、この甘辛あられからいただいていきたいと思います。そんなの決められないってぐらい美味しかったからな。どうしよう、やっぱり決められない。これはまず最初のこちらのもち焼きあられ甘辛は程よい醤油の効いたシンプルな味わいでとっても美味しかったです。甘いものが続いてない、ちょっとそこまで塩気が欲しいなと思っていたのでぴったりでした。まあこれは自分の今の状況なんですけど、甘ったるくない米菓子が好きな方にはぜひおすすめですね。で、その同種であるその昆布、こちらは以前飲んだ昆布茶を思い出させるほんのりとした海藻の塩気が効いていて、お醤油とは違った塩気の美味しさがありました。個人的にはこちらの方がいいですね。なのでこちらも対戦としてこちらも点数とさせていただきます。昆布茶を思い出せるぐらい昆布がしっかり入れたのが良かったです。何度も言う必要ないか。そして最後に締めくくったこちら、レモンの餅。ハート型のパウンドケーキにレモングレーズがかかっていて、レモンのさっぱりとした酸味が感じられておしゃれなんですが、ちょっと上に突き出ている部分にグレーズがかかっているので若干食べづらさがあったのが残念でしたね。上に突き出るのでなく、一番上の方をまんべんなくグレーズするようにした方がよりレモンの風味を感じられて良かったかもしれません。なのでその点も含めるとこちらの点数とさせていただきます。亀岡製作所のお菓子、めっちゃとても美味しかったです。こういうのも食べていって自分も社会と貢献していきたいです。まあ今やってないってわけではないんですけどね。それでは立春の私が言うよ春よ来て、どれだけ待ち遠しいんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。